はい、皆さんこんにちは。ミサトーストイッチファームのコニタンです。コモちゃんです。よろしくお願いします。ハイチュウ。はい。味当てましょう。キキハイチュウですね。はい、キキハイチュウですね。はい、ということで、トモちゃんに挑戦してもらいましょう。わかりました。ハイチュウ。頑張ります。キキハイチュウですね。まずこのアイマスクつけてもらって。はい。味はね、教えません。あ、教えないの。はい。はい、つけましたよ。当たんなかったら。え、なんかあんの？どうしましょうかね。はい、罰ゲームはコメント欄でお願いします。お願いね。アニタもやるべきでは。え、ミサトオストリッチファーム。はい、これザジダチョウくん寝転んでもらってね。さあて、はい、こちらでいきます。はい、これですね。はい、なんか後ろに無理しないでねって書いてあるやつね。無理。はい、いきますよ。はい、はい、開けちゃった。開けちゃった。はいはいはい、はい。わかんない。形はね、ハイチュウみんな四角なんでね。香りでもなんかどうだろう。香りか、ハイチュウの匂いは確かに強いかもしれない。うん、香りで分かっちゃう。でも先入観が辛くとあんまり良くないよね。確かに。最初にこれはこの味だって言ったらもうその味にしか思えなくなってくるよね。で今そうなっちゃった。ああ。うん。うん。うん。はい。わかった。ほう。さて答えどうぞ。青りんご味です。青りんご味、うん、いいんですか、そんなんで。本当に、はい、青りんごだと思う。はい、正解は、はい、取っていい、はい、グリーンアップル味でした。まあ、青りんご味です。正解。やったやった。罰ゲーム回避しました。うん、ま、おいしい。まだまだあるんで。うん、お待ちよ。そうね、ハイチは口に残る。うん、ミサトオストリッチファーム。さて、はい、第2問目。よいしょ。はい。さあ行きましょうか。よし、これで行こうっと。どれだろうな。はい、これです。なぜだかうまくいかないときはって書いてありますね。うん、おお。なんて味なんでしょうか。はい。はい。はい。なんだろうね。形地獄ね。え、そうかな。あ、これなんか聞いたじゃない、嗅いだことある匂いだぞ。ハイチュウから音楽が聞こえてきたよ。うん、うん、もう分かったの。うん、すごい。これは、はい、いちご味です。ストロベリー味です。はい、言い直してくれましたね。ストロベリー味、うん、正解です。ストロベリー味。うん、うん、さすがですね。うん、罰ゲームやってほしいでしょうに、みんな。みんな罰ゲームやってほしいでしょうに。意外と分かりやすいですね、ハイチュウは。なるほど。うん、ミサトオストリッチファーム。3個目。はい、運命の。絶対間違えさせてやる。いつもここで間違えてるんだよね。そうだ、絶対間違えさせてやるから。いやー、どれにしようかね。ストロベリーも、グリーンアップルも、うん、もうお食べになられたということで、うん、悩むね。どうしたら失敗させられるかな。ではあれですね、私は3つ目の味が食べたいな。はい、もうじゃあこれに決めました。はい、いざ勝負の朝にって書いてあります。へえ、勝負だ勝負だ。はい、はいはいはい、なんだろう。さて、ああ、うん、食べましたね。大人になるとハイチュウはあまり買わなくなるような気がするんだよな。うん、たまに買うと美味しいです。うん、うん、うん、分かりました。これは、はい、グレープ味です。本当かな。うん、いいよ。うん、うん、うん、正解です。やったー、わかりやすい。グレープが一番わかりやすかった。どれもわかりやすいですね。じゃあハイチュウのクオリティは高いのか。結構好きだったから、どれも多分食べたことがある。うん、うん、なるほどね。うん、うん、はい、はい、ということで、トモちゃんなんと3つ正解してしまったということで、はい、残念ながら罰ゲームはなしです。すいませんね。はい、はい、そうですね、あのハイチュウ、キキハイチュウ、うん、うん、簡単すぎたかな。うん、
もうちょっと難しい引き丸々考えて、ね、うん、今後もこういった動画撮っていきたいと思います。チャンネル登録と高評価の方お願いします。今度はコニタンにやってもらいたいと思いますはい、はいはい、次回のまた何かでお会いしましょう。バイバイ、はい、バイバイ。